朝一から番長スリーを打つバンバカ、これを高らかに宣伝したいと思います。よろしくお願いします。あ、対決のループだね。この時点で奇数設定の期待がぐっと上がったよね。18本384ゲーム、初当たりこれで3回目ですけれども、前2回の初当たりと圧倒的に違うのが、僕の中でこの子は参加後っていう認識が生まれ始めてるところですよね。という意味での開き直りレバーが入り始めてるんですよ、でおうおうおう、これで3回目の1日目ですが、さすがに3の3で5台じゃないよね。まあやる気ある、だから俺が悪いってことになっちゃうからね。暑いね。さあ、ループストックお願いします。アイスドン、おう、危ない、おーい、まあいいか、まあいいわ、まあいいわ、おーい、めんこか？やめなし、やめなし。派手なら派手なほどいいからね。やっぱり気分は乗せるに越したことはないんで。これ結構岩尾でループ取ってるね。またこ、コパンダ告知とかなかったけどループ取ってるわ。なんだったら80番また取ってる、まあまあまあそうなるよね、今日なんか調子いいみたい。出ました、調子いい発言。これね、調子いいっすよ。こんなやっぱループストック取れる人って大体いいんですよ、調子いい。それでさきちゃんだノリオくんだでね、乗り始めるとループストック取り始めるともう止まんなくなりますよ。まあ、言うて僕絶頂2ヶ月引いてないですけど、それでも勝ってる時この挙動なんですよ、で、乗りようよ。
いやダメダメ。あおおちょっと俺諦めてたわ。じゃあ俺もういいや、今から9ゲーム後にベルが引ければもう何も言わない。ひとーひとーみーよーつうつむーつななーいやさあお前ここの爪だぞ。よし、ああダメだ、ああもうこの未来予想図回で向き合ったんだけど全然リプレイしかさっきから引かねえし、なん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 さあ、もうリプレイ10連続したらなんか得点とかさ勝手に骨格上がるとかさ得点つけろよな、永遠にリプレイやん。何だよ、おおまだいるわ。そろ136以外のイレギュラーで5大事来てもいいんじゃないか、規制設定でも。ちょっとこの7日目もっとひどい、ベル4回しか揃ってないんだけどねえ。いやすごいね、今日だ 80% ループストック2回ですよ、ねえちょっと、ねえ46で刺され、あーまだーあ、終わるわ、ここは終わる。このスタンス、この距離感。あ、やっと劇画帳画面来たわ。もうちょっと行けって金剛園。だ、いいから。あーでも4759か、ここマチコ、よーし47でしたね。やっぱりちょっとここまで伸びてんだったらちょっとよく出てくんな、まあ、ぶっちゃけ今よくなくいったのよ、無欲の勝利なわけ今はね、ここまでの9セット目までっていうのは。ただやっぱ10日目以降からもう5大寺がやっぱめくるめく感じになってくるわけじゃないですか。そうなってくるとやっぱりね、今日さ本当メイコでベル揃ってないんだよね。いやさすがにこのセットで終わりだよね。ねえ、ただあの例のカノガロ月光の旅人 82% 継続で俺意外と26連とかしたことあるんですよね。いや凱旋だってそうですよ、 80% ループストックしね終わんなくなることあるじゃないですか、たまに俺それだけで7000枚出たことありますし、天井からね。あー終わったか、これはさすがに終わった。いやー悔しいな、もうしょうがないしょうがない。
あーくっそ、ちょっと期待してる俺。いやー岩尾一発9セットなら十分っしょ。まあノリオで1回乗せてるけど、まあ、8セットだよね。まあ投手が18本だから46貸しですんで、830枚ぐらいで600枚だ、まあまあまあ遊べてはいるんだけど、で展開向いてるかっていうと決して展開を向いてないと思うんで、だからここまでの3時間ちょっと振り返るとまあ戦えてはいるよね。戦えてはいる。展開はいいか悪いかでいうと悪いもんね。挙動はいいか悪いかでいうとちょっといい、まあ、設定差ないとこだけど、ループストック 80% ループストック2回引けてるおかげで、まあ、形にはなってる。でもじゃあ展開いいかというと悪いから、だからいいっすよ。この後ちょっと期待したいっすよ。で一応ここまで3号挙動ってことは分かったんで、対決連が1回だけループしてるんでね。であとそう忘れちゃならないのがチェリー対決が7の2、これはいいっす。ワンチャン5、毎回同じこと言いますけどワンチャン5、僕新之助っていう名前やめてワンチャン5にしますか、ね、ワンチャン5、ワンチャン5、どうもワンチャン5です。チェリー対決当たってるね。多分広角なんでカウントしないっす。39番刺さったっていう感じ。はい、2回目弁当直後に引いたチェリーから9ゲーム目。さあここしっかりしっかりレバー入れていきましょうか。何も引かなかった時が 43% のレバーからの 33% のレバー。だから 43% と 33% 刺さってれば勝つってこと、ね、仮に最初の 43% が刺さってなかったとすると 57% 外れてるってことで、 57% のうちの 33% が刺さってれば OK だから、つまりどういうことかっていうと43+19% の期待度ってことになるわけ。そうするとざっくり期待度は今 62% ってこと、ね、ってことは裏を返すと 38% で当たってないってこと。だからこの後来るだろう特訓を絶対にものにしなきゃダメだよ。62% 刺さってればもう当然このまま当たるんだけど、 38% は当たってないからもう必死ですよね、だまあこの特訓中の内容次第ではもう あ大丈夫だっていうのを察することもできるけど、なかなかないからね、その可能性っていうのはなかなかないから。ここまではいつも通り
この手よ、わかる、この手、うん、絶対に物にしなきゃダメだよ、絶対に物にしなきゃダメだよ。しんのすけの勝ちが今ここからこぼれ落ちたよね、ここからこぼれ落ちた、うん、こうだったね、うん、うん、どうして2ショートすんの、あなたどうして2ショートすんのかな、あなたどうして2ショートすんのかな、熱いぜ、なんだどうして、なになに、なるほど、24ベルですね、24ベル、なめんじゃないよ、あーチェリーかー、熱いぜ、これが番長、いい、地獄即天国みたい、これが番長、返してる、返してる、返してる、やめてー、いやーもうちょっとお前、ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち、ほんとやめろよ、ねえちょっと今日さ肩、これ肩こりひどいんだって、ね、でもこれが番長、地獄即天国即地獄、恋はジェットコースター、押す番長、やばいね今日は、マジノリオのめんこ負けるわ、さっきバスケットの2回も負けるわ、今日対決やれない日っていうのはね大体負けるんすよ、だどっちが強いかだよね、ループストックまあまあ引ける日は大体勝つんですけど、今日対決負ける日は大体負けるんですよ、だ矛が強いか盾が強いかですよもはや、はい、サニーベルから9ゲーム目抜けました。
し46。やりました。本日初めての直特訓ですね。11ゲーム目。お、これ18ゲーム目だよね。お、ちょカウント間違えたか、ミスったか、ちょっと滑ったような気がするんだが、よし、あー攻撃的には弱い。弁当一発、511ゲーム追加投資なし、よしナイス。これが番長、よし、さあ今日はね、のりおくんすごくお料理上手だからね。惜しい、惜しいよ。やっと来たよ。もういい、負けてもいい、しょうがない、引けたことに意義がある。おお、ちょっと余裕がない今日、ちょっとさっきの下地を拝む余裕がない。よし、よし、マダラの勝利か。この辺のね、今日は 33% 25% っていうのがまあ刺さんないね。出ちゃった、嫌になっちゃうな、チェリーが12の2、予想設定は今のところは3かな。
通常ボーナスも引いてないしな。だから5かもしれないっていう一縷の望みを胸にレバーを叩くみたいな感じですか今。厳しい厳しい。はい、7ベルから9ゲームで、これで対決連以降が4の0だね。うわ、エフェクト変わらず盛大に煽られました。大丈夫でした。ダメかー。ダメかー。おしよしよし、共通分。うわー、ベル揃ったのに特訓入らない。セーフ。25%、追加が5本で23本、23本478。いやですね。よーし、74ゲーム。ほっときつい。はい、いう感じで、投手28本ここまででございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、3000ゲーム28本負けでございます。悔しいです。朝番長3このお店で取れたの初めてだったんですけど、もうそこがピークでございましたね。まあって3までかなっていう判断のもと、28本でもうしょうがないね、今日はやれてなかったしっていうところで納得して帰ることにします。はい、で道中ありましたけど、地獄だと思いきや天国で、天国かと思いきや外れて地獄っていう、このなんていうか紆余曲折っていうんですかね、恋はジェットコースターとも言うべき、その挙動の起伏にこう恋焦がれるというか、時に喜び、時に悲しみ、そして怒り、そして大喜びするっていうのが番長だと思いますので、まあ、今回残念でございましたけれども、次回ですね、
でとりあえずこのお店のベースの高いなっていうのは分かったんで番長3で、あとやっぱ円形島のサラリーマン番長2が強かったですね。次回土曜日だからね、両番取れないと結構きついと思うんだけど、うん、いう感じです。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。